今回権田修一選手に来ていただいたんですが、今回の企画は権田選手が対峙して嫌だったフォワードベスト3をちょっと教えてもらいたいので、はい、もう思い浮かんでます？3人。はい、思い浮かんでます。強烈に。結構マニアックっすよ。でもちょっと3位からお願いします。3位から。いや、まずこれちょっと選定理由というか、今は1人プレイしてるかな、2人はもうプレイしてない選手なんですけど、うんうん、次対戦した時にもしこの YouTube を見られてた時になんかよっしゃって思われたら嫌なんでもうやってなるほどね。はい、うん、で3位は、うん、ポポ。おお、元浦和レッズにもいたし、はい、柏レッソルにもいたし、はい、神戸もいました。FC 東京いないんですか。神戸もいた。うん、ポポ、うん、そこは嫌でした。何が嫌だったの？え、だっていきなりシュート打ってくるんですもんめちゃめちゃわかるけど、まあ、ちょっと失礼かもしれないですけど、外れるシュートも多いんですよ、うんうん、バック内の、うん、でやっぱゴールキーパーってこう常にこう準備しなきゃいけないっていう感覚になるんですよ。イメージわかりますね。ボール持ってて、うん、タタタタってなったら、うん、打ちそうじゃないですか。うん、やっぱポポみたいなフォワードっていうのは、うん、すごい僕は脅威を感じるタイプでした。だから J リーグのチームで移籍した時にまた J リーグいんのかよってずっと思ってました。そうなんだ。シュートスピードとかも速いもんね。速いです。だからその10本打ってもしかしたらそのうちの3本しか枠にいかないかもしれないんですけど、うん、その3本がすごいシュートが絶対来るんで、あ、だから本当気が抜けない選手というか、うん、結構日本人ってそういう選手少ないじゃないですか。ミドルレンジでもやっぱまずパス探すとか多いじゃないですか。確かに、うん、でも彼はまずゴールを見てくるんで、うん、予測がこうつきにくいという意味ではすごいやりにくかったです。第3位ポポ選手。じゃあ次第2位お願いします。第2位はフランサ。フランサ、柏レイソルだねはい、これはまたフランサって何するか分かんなくないですか。まあなんかサッカー選手ってちょっとセオリーあるじゃないですか、うん、こうボールが例えば右から来たら左に展開するとか、うん、ペースある方に行くとかあるじゃないですか、うん、フランサってそれも分かってるんですよ。それに対して相手が動くのも分かっててまた右に出したりするんです。うーん、でゴールキーパーってこう全体が見える分ディフェンスの動きのできるだけそのなんていうんですか、間というか抜けてしまうところをケアしようとするんですけど、うん、でもなんかフランサの僕だから僕若い時だったってのもあるかもしれないですけど、うん、フランサのパスだけは、うん、本当読めなかったです。次どこ出すか。あ、そうなんだ。結構今だとその予測とか状況からの予測とかで、うん、あ今この状況だったらここ空いてるから、うん、例えばこの選手1位じゃないに出しますけど、まあ、レイソルばっかなんですけど、うん、レアンドロ・ドミンゲスとかは、うん、本当に技術が高いじゃないですか、うん、だから本当にピシッてそこに出すんですよ、うんうん、でもそこに出すことが分かるんですよ、うんうん、出されたり出すんですけど、うん、フランサの場合はしかもあの時あの菅沼実選手とかあのリータ・ダライ選手とかみたいな、うん、こうめちゃくちゃ頑張って走る選手たちがフォワードだったんで、うんうん、あの人たちは信じて走るんですよ、うん、でどこに出すか分かんないみたいのがあったんでフランサ選手は僕はすごい嫌でした。まあどっちかというとそのパサーとしてね、それは、はい、そうですね、うん、でもやっぱり僕あの浦和戦の昔のゴール分かります。アウトサイドで、うん、こう胸トラして実況の人がフランサが最後に魔法をかけたみたいな、うん、いや全然覚えてないそれ。覚えてないです、うん、2000何年だろうな、ちょっとすみません全然覚えてないですけど、うん、金田さんかなんか解説でうおーって言って解説で言ったゴールがあるんですけど、うん、そのゴールはもう、うん、キーパー多分鈴木さんなんですけど絶対予測できないタイプで打ってたんで、そういうのもたまにあったんで、うん、だからアンサーはすごい選手だなと思ってました。なるほどね、はい、フランサ選手ということで、はい、でも第1位はあれだもんね、プレーしてる選手だもんね、まだ現在も今プレーしてると思います。ちょっと僕分かんないです今どこに向かう。じゃあ第1位お願いします。第1位はウーゴ・ビエイラ。ウーゴ・ビエイラ、ちょっと待って、ウーゴ・ビエイラどこだっけ、どこだっけチーム。ウーゴ・ビエイラ、マリノスにいたセンターフォワード、2年か3年前ぐらいにいた。はいはいはい、わかりました。ウーゴ・ビエイラ、はい、そこは何が、ウーゴ・ビエイラ選手は何が嫌かっていうと相手の嫌なことを常に探してるフォワードだなっていう。
この3人共通点は、なんか日本人にあんまりいないタイプだなっていうのが僕の中では結構共通点なんですけど、ウッドフィア選手は守備しないんですよ、うん、基本的に立ってるんですよ。でも常にディフェンスラインの後ろに立ってるんですよ、うんうんうん、例えばナスタセンターバックやられてたとして、うん、じゃあナスタセンターバックでいます、うん、でその後ろで待っててボールがサイド出た時に、うん、オフサイドポジションに最初いるんですね、うんうんうん、サイド行った時にもうここ間に合わないじゃないですか、戻れないじゃないですか、うん、オフサイドポジションいるから、うん、っていうポジション取りとかを普通にいつもしてる選手で、うん、本当ずる賢さとか、その試合中に僕すごいウーゴ・ビエルとの試合中に揉めた記憶がたくさんあるんです、うん、とにかく僕らが嫌なこと、うん、ブラジル、まあ、ポルトガルはマリーシアとかって言いますけど、うん、本当そういうのが、こういう選手がもし日本人で出てきたら面白いなっていう、まあ、ちょっとヨシトさんに近いと言ったらまあ分かんないですけど、もっと硬くて、はい、うん、それに対してこう自分のこの相手が嫌なことを点取るためにっていうところをとにかく追求してる選手だったんで、うん、ウーゴ・ビエイラは一番僕嫌いでした。なんかあのすみません、あのマニアックで、いや全然、でもあれだよね、だからゴールを取る時のパワーの使い方が、ゴール取るときにもうフルパワーを使ってくるじゃないけど、それまでは全然なんて言うんだろう、まあ、嫌なとこには常にいいんだけど、ハイパワーでなんか動き回ってるわけじゃないじゃん。でもいきなりそこからオンになったときがこういきなり来るってことでしょ、嫌な位置から。そう、あとそのやっぱシュートというか、そのペナ周りでのプレーは本当うまかったです。だから僕多分ウーゴ・ビエイラが、うん、もしかしたら一番点取られてるかもしれないです。あ、そうなんだ、わかんないです、はい。うーん、か今ポルテモネンセのポンテか、あのポンテ、ロブソンポンテいるじゃないですか、ポルテモネンセであの GM やってるんです。あ、あのムラーレツ、そう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 、うん、あの人 GM やってるんですけど、うん、あの人にも2点決められたんで、でもあんま同じ人にたくさん取られないんですけど、うん、ウーゴ・ビエイラはしかも短い期間で2年間で多分3点か4点取られてる。あ、そうなんだ、あ、すごいあります。あ、それは確かに記憶に残るね、うん、なるほど。第1位がじゃあウーゴ・ビエイラってことで、もう一つなんか若手のキーパーなので、若手のキーパーとか、まあ、フィールドでもいいですけども、あの期待する若手誰かいますか？期待する若手、僕あの一緒に練習したこともないし映像しか見たことないんですけど、うん、あの浦和の鈴木くん、ゴールキーパーの鈴木ザイオン、ザイオンくん、ザイオン選手、うん、あの選手のアンダー17の試合見て衝撃受けました。あ、そうなんだ。あ、この選手は、うん、本当日本を勝たせられるゴールキーパーになりそうだなって思いました。どういうところがすごいと思う？その見た感じで。荒いんすよ、プレーは、うん、まだやっぱ17全然完成してないし、うん、もっともっと全然成長しなきゃいけないとは当然思うんですけど、勝ち、うん、ないんで世界は。ただ、うん、メンタリティというか、そのすごい堂々と、うん、やっぱなんかそういうアンダー世代の大会のゴールキーパーって僕もそうだったんですけど、うん、やっぱこう少しこう自信なさそうなんですよ、海外のゴールキーパーと比べた、見比べた時に、うんうん、試合で海外のキーパーってこの若い時から本当に自己主張もすごい強かったりとか、うん、すごいこう見てて、あ、こいつ頼もしいなっていう風に見えるんですけど、うん、日本のキーパーって技術はすごい高いキーパーとかやっぱ多いんですけど、うん、なんかこう出演した後の表情とかがちょっとやっぱまだ、あ、やっぱ日本人ってそういうところちょっとやっぱ弱いよなって思っちゃうんですね、僕見てて。うん、まあ、自分もそうだったんで、あんまりそんななんか上から言ってもあれですけど。うん、でもその鈴木ザイオン君の試合見たときに、うん、やっぱ本当に堂々としてて、うん、今キックがすごい世界的に大事だって言われて、うん、足のフィックを言われますけど、スローインがすごくて、うん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 、キックよりスローインの方が絶対にいいんですよ、うん。だってノーモーションで出せるじゃないですか。キックってこう投げて、うん、あ、はいはい、スローインってもうこれだけでいけるんで。うん、それでもう相当距離も出せるし精度も高かったり、そういう武器も持ってたし、うーん、見た時にちょっと衝撃受けました。そうなんだ。あ、楽しみです。わかんないです、結果どうなるかは本当に彼次第というか、うん、僕も面識もないんですけど、うん、どれだけ本当これから努力するかですけど、本当にパーって試合見た時に、あ、面白い選手だなって。レッツの選手の聞いたらやっぱポテンシャル半端ないっていうもんね。あ、本当ですか。うん、すごいって言って、
よかったです。僕の見る目は間違ってなくてよかったです。最後にちょっと尊敬する人、尊敬っていうかさ、影響を受けたキーパーっている？影響を受けた、それを一緒にプレーしてる、プレーしてもプレーしなくてもなんか目指すモデルになったっていうか、自分ので僕昔からシュマイケルは好きですね。おお、海外の、マンチェスターユナイテッドとか。そうっす、はい、うん、やっぱりその存在感、僕なんか昔からそのゴールキーパーってやっぱ存在感が大事だなって思ってて、うんうん、基本的にゴールキーパーって画面に映んない方がいいんですよ。まあ、だって攻めてる方がいいじゃないですか、ずっと。うんうん、だゴールキーパーが目立っちゃいけないんですけど、こうでシュマイケルはマンチェスターユナイテッドで3冠も取ったし、すごい偉大なキーパーで、基本的には映んないんですけど、その映った時の迫力とか、うんうん、そのチームメイトに対する声かけとか、やっぱそういうのを見てて、あ、こういうキーパーってやっぱこうチームを勝たせられるというか、うん、チームをこう勝たせられる、強くできるキーパーなんだなっていうふうには思ったので、中学の時にそれ見て結構衝撃受けたので、うーん、僕と対照的だなって思ったんで、僕そういうタイプじゃなかったんで、そういうの苦手でした。なんかでも結構言うイメージだけどね、権田君。言います言います。言うでしょ。あ、でもなんていうんですかね、こう言うんですけど、感情的で言ってしまうことがやっぱ多かったんですよね。今はうん、ある程度ちょっと一回考えてとか、うん、まあ、試合中はまあ試合中なんでちょっと別の時も結構ありますけど、うん、コントロールできないことがあって、で、うん、シュマイケルが一回すごい覚えてるのは、味方にすごい言ったんですよ、うん、バーって、うん、なんか言い合いってあったんですけど、うん、その直後にハイタッチしたんですよ、うん、それ見た時に、うん、あ、俺これ今できないなって思ったんですよ。うん、こうなんか基本的にそんなにバーってちゃんと言わないし、なんか本当に自分で頭に来た時にバーって言って、うん、で人のことを言うことを聞けないので、うん、聞けない状態だったので、その時、うん、だから、あ、これ俺の中で理想形というか、言うんだけどお前のことは信頼してるんで、しかもそれ英語だし多分言ってるの、うん、映像で見てるから何言ってるか全然わかんないんですけど、バーって言ってバーって言われて、でもそのプレーが終わった瞬間にハイタッチバーンってするっていうのを見た時に、あ、これすげえなって思いました。まあシュマイケルすごいね。まあ確かに影響を受ける。俺フィールドでも影響を受けたわ、確かに。あ、本当ですか。いや、すごいなって、もう単純に、うん、なるほどね。じゃあちょっと最後、今後の目標と、この今だからこそのちょっとメッセージをちょっといただければと思うので。まあ、まず今後の目標は、世界で日本が勝てるようになるために、うん、今ヨーロッパで自分を高めれるだけ高めたいなと思ってるので、うん、究極言ったら僕がバルセロナとかレアルマドリードでプレーするぐらいのレベルの選手だったら日本代表強そうじゃないですか、うん、という話、うん、やっぱそれはヨーロッパはもうはっきりしていて、必要とされたら上に行けるし、うん、ダメと言われたら上に行けないしっていう、本当に実力社会なので、やっぱそこでできるだけ上に登っていけるように、やっぱ成長して常に続けたいなというふうに、まあ、目標というか、まあ、常にそういうふうに思ってます。うん、で、今日がいつですか2020年の5月1日に収録してるんですけど、今コロナウイルスですごい大変な状況な中で、僕がなんかいつも思ってるのは、やっぱ今ピンチじゃないですか、うん、言ったらみんな、うん、でもなんかこの時を、いや元に戻ってないかなとかって思う、昔に戻るんじゃなくて、うん、もう昔には多分戻れないんで、この状況をこう自分での何かチャレンジしたりとかして乗り越えた時に、うん、この前よりももっといい自分になってたいなっていうのは自分でなんか思って、うん、今言語勉強したりとかいろんなことをやってるんですけど、うん、なんか終わった時にこの時間が良かったなって思えるような時間にできるように僕はしてますし、それをできたらなんかみんなすごい、このコロナがしっかり収束した時になんかいい時間だったなって思ってもらえるのか、みんなで頑張りましょう、うん、って感じでいいですか。うん、もちろんです。素敵な言葉ありがとうございます。いえ、これで初めましてじゃなくなったんで、ちょっとでも、いや僕でもやっぱちょっとなんか緊張しだって那須さんとか僕テレビで見る人だもん。だってなんで、え、それは、ね、YouTube で、うん、だからね、なんて言うんだろう、俺今これ自分がこれ YouTube に出る感覚ないっす。あ、そうなの。いや、はい、那須さんは、うん、画面上の人、画面の中の人。いや、それが俺が一番あの引き出したいポイントだから。本当ですか。でもやっぱ素でね、やっぱキャリアある人も含めてだけど、
そういうさ、生きた言葉っていうのを映像だってここでね、残せるって、でいろんな人が見てくれるっていうのがやっぱ財産になりますし、すごいっす。那須さん、それいつからそんな思ってたんですか？僕、あの、那須さんっていう人にすごい興味がもともとあるんですよ。あ、そうなの？ね、あのね、これすみません、あの、ほんとお世辞とかそういうのじゃなくて、諸星とかじゃなくて、うん、俺、那須さんって一回一緒にプレーしたいなって思ってた選手の結構上位に入ってるので。だって那須さんめちゃくちゃ勝ちません？あ、まあ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 、タイトルに携われることは多かったよね、うん、そう、だし、そうだから僕言ったんですもん、トスの時、社長に確か、うん、いや、那須さん取ればいいじゃないですかって言いました。あ、そうか、そうそうそう、そうなの？はい。それは勝てるじゃん、那須さん取れば。いやいやいや、そんなこと、そんなことはないけど。だし、だし強いチームばっか移籍するってすごいことじゃないですか。まあ、ありがたいけどね、それは。はい、うん、っていうのは僕は本当に興味が個人的にずっとあったので、うん、ぜひこれを聞いてください。ぜひぜひ。いろいろ教えてください。いやいや、こちらこそですよ。でも本当に貴重な言葉ありがとうと、貴重な機会をありがとうございます。ありがとうございます。また引き続き頑張ってください。応援します。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。